は単一の色で図画などを描くこと、またはその図画自体を指す。モノトーンとも呼ぶ。語源はフランス語で単色を意味する言葉で、もともとは美術の分野で使われた言葉であった。これから転じて、印刷、写真、映画、テレビの分野でも、主に白黒のみで表現するものをモノクロームと呼ぶようになった。以下、本項目では、この意味での モノクロームについて説明する。モノクロームは前述の通り単色のことであるが、こと映像の範疇では、単色ないしその濃淡で映像を表す様式である。映像表現としては、光の強弱を、色のあるなしもしくは濃淡に置き換えた形態で、黒を白の上に配して、映像表現することが多い。英語のブラックホワイトを訳す場合、英語での順に順じて、 黒白とする場合もある。世界最初のニエプスによる写真こういった映像表現の発生した背景には初期の写真技術が挙げられる。カメラオブスクラと呼ばれる装置では装置内部に投射される映像は色彩のあるカラー映像ではあったが、これを黒のインクないし鉛筆で写し描いた場合はモノクロの映像となった。後に画家の手は写真看板に置き換えられたが、 初期の写真看板はアスファルトに光線を長時間当て、これによって光線の当たったところのアスファルトは硬化して洗浄した後も黒く残り、それ以外は基板となった白目の白色が見えるようになっていた。ただ、この露光には8時間を要した。後に写真看板は改良され、より短い露出時間でガラス表面に塗布された化学物質が変化し、 光の当たったところは黒く残り、光の当たらなかった場所は白くなるようになっていた。ただこの方法では、明るいところほど黒く映像として残るというネガであったため、これに光を透過させ、もう一度反転させたポジを作ることで、白黒映像として定着させた。こうして光線から映像を自動的に映し取る写真技術は、写真看板から、 写真フィルムの時代に入ってもモノクロ映像として長らく利用され続け、これは後に写真フィルムを高速かつ連続で撮影して、これを連続投射することで動いている映像として見せる映画の発達以降も長く利用された。カラーフィルムの発達した今日ではモノクロの映像は、 過去の映像などでしかあまり見ることのないものであるし、また、モノクロ映像も古くより手作業で色彩を施してカラー化された場合もあったことや、または20世紀末よりは計算速度が飛躍的に増大したコンピュータで映像を作り出す、コンピュータグラフィックスの技術を導入して、これに色彩を乗せる試みも始まっており、この中では過去の映像作品のカラー化も行われている。しかし、 カラー映像の発達初期においてもモノクロ映像はその描写性や光線の感受性の高さでカラーフィルムよりも勝っていたため20世紀後半に入っても長らくは記録映像や芸術性を求めた映像作品のうちにモノクロ映像のものがしばしば撮影された。さらにはモノクロ映像の持つ独特の雰囲気は人の肉眼で捉えた色彩の世界とは違った。 印象を与えるため、あえてモノクロ映像を採用した芸術作品があるほか、デジタルカメラなど最新の映像機器のうちにもモノクロ撮影モードを備える製品は多い。軍用ナイトビジョンによる無色彩の映像また2000年代現在の時点においては、撮像素子で光線を電気信号に変換する過程で色彩を検出するためには、 ある程度の光線量が依然として必要であるため、暗視カメラでは、モノクロ映像が依然として主流である。なお、モノクロ撮像素子は、カラー撮像素子よりも、製造技術面でより、低い技術程度で作れるなど簡便であるため、撮像素子が普及する、過渡期において、安価な製品の中にはこのモノクロ映像を撮影する、製品があったし、 電子部品モジュールの中には廉価なモノクロ撮像素子も依然多く流通している。レン版な内し薄暗い場所に対応した監視カメラのうちにもこのモノクロ撮像素子を利用した製品が見られる。いささか旧式と見られるモノクロ映像ではあるが、立体映像の内穴グリフ方式では左右の目にそれぞれ色の違うフィルターを装着、これによって立体視を可能としているが、 これは脳で認識する際にモノクロ映像として構成される。1950年代の白黒テレビ技術開発当初から普及初期のテレビ受像機ではモノクロが一般的であった。これは撮像素子の関係のほか映像出力に使われたブラウン管の性質にその理由を求めることができる。ブラウン管は内部で発生させた電子ビームを磁力で変更。 スクリーン面に塗布された蛍光体に衝突させ発光させる。ゆえに、電子ビームの強弱で発光具合を調節させることができ、光線の強弱を撮像素子によって電気信号に変換。これを搬送波に乗せ、遠隔地にあるテレビ受像機で電気信号から連続した天皇のおのの光の強弱から映像に再変換して見せることができた。ただ、初期のブラウン管では、 蛍光帯の性質から暗いマイナス明るいの強弱で表示はできたが、色彩を再生させることはできなかった。後に、このブラウン管を改良、光の三原色を微細なブロックに分けて塗布したブラウン管を利用したカラーテレビでは、電子ビームをさらに精密に操作させながら、色彩の再現が可能となっている。カラーテレビやカラーディスプレイでもモノクロ表示にできる。 世界初のラップトップ、液晶マトリックスディスプレイが搭載されていた、コンピュータディスプレイでは、コンピュータの発達過程でこのモノクロ表示が利用されていた。これは表示装置の制約として、初期の液晶ディスプレイや、プラズマディスプレイが連続する点の、点灯から消灯状態でしか表示ができなかったなどの理由があった機種もあるが、それ以前にコンピュータディスプレイでは、 このディスプレイに表示させる内容を保持するビデオメモリの記憶容量的な問題もあり、カラー表示では各々の,の表示点あたりのビット数を増やさないと色彩情報を記憶できず、初期のあるいは廉価で機能的に限定されたコンピュータではあまり多くのビデオメモリを利用することができず、最も簡素な製品では各々の,の表示点のビット数を1とし、ON、OF だけを保持するよう設計された。 後に潤沢なビデオメモリが搭載できるようになり、かつ液晶ディスプレイやプラズマディスプレイにカラー表示が可能となると次第にこういったモノクロ表示のコンピュータは表示情報が限定的であるため捨てられていったが、携帯情報端末や電子辞書ないし電子ゲームなどの内廉価な製品では依然としてモノクロ表示のものが見られる。ありがとうございます。